賃金時給1500円、経済再生プランというのを発表しました。まず1つ目、政治の責任で賃上げしようということです。中小企業の直接支援をしながら最低賃金大幅に引き上げる。時給1500円一律に、誰でも働いたら手取り月20万円以上が当たり前の社会実現しようじゃないですか。そして広がり続けている非正規ワーカー、派遣とか機関車員とか中途労働とかギグワーカーとか、そういう皆さんの待遇も改善する、その法案を私たち日本共産党国会に出したところです。ぜひともこれを成立させたい。ちなみにこの非正規の7割は女性なんです。今女性と男性の賃金格差、生涯にわたって1億円と言われているこの非正規の賃金を引き上げて待遇を改善することができたら、その格差を是正する大きな力になるのは間違いないのではないでしょうか。